河川敷にタケノコを探しに行ったよ。あ、これ？うん。で、これ持ってて。うん。マコが踏もうとしたらあった。おいしそう。はい。はい。その大きいのどうなんだろう。これ？うん。あ、うん、ぐるぐるしなくていいんじゃない。もう竹かな。竹。あ、竹だ。でも一応持ってこう。美味しそうなんか。美味しい。うん。ちょっと竹っぽいね。リサ、あそこにある。10本ぐらい収穫。こっちが一番すごいね、美味しそう。黒色のになってるから美味しそうだね。毎日食べるね。ね。食べ頃だった実を食べながら変えたよ。タケノコご飯を作るよ。皮を剥いて。圧力鍋で5分茹でるよ。20秒茹でて、お水で冷やして、ブルームカゴをちょっと小さく切ってみる。食べます。フォークで。
昆布をハサミで小さくしたよ。厚揚げにのせて食べたよ。河川敷のタケノコもやっぱり美味しかったよ。だから作って、取ってみてね。あと作って食べてみてね。美味しいから。チョキチョキ。